ない仕事の作り方三浦淳さんを呼んでいて、はい、なんかまた素敵な言葉を発見したので、はい、ぜひ紹介したいと思いちょっと思ってきたんですけど、うん、はい、このない仕事の作り方というのは、まあ、三浦淳さんがですね、はい、一人電通として、うん、いかにこの自分が面白いと思ったものというかないものを仕事にしないといけないので、うん、いかにニッチを拾い上げてですね、はいはい、独壇場を作るか、うんうんうん、っていう本だなと思ってるんですね、はい、なので三浦淳さんの口癖としては、別に俺だってそんなに面白いと思ってないよとっていうのも、うん、なんかそれを続けるんだと、うんうん、で飽きてきてうーってなんか出てきそうになっても、はい、そこがいいんじゃないって、はいはい、いうのに変換して、うん、それを続けていくうちに、うん、それがちょっとずつ光を浴びるみたいな、はいはい、ところが書いてあるんですけど、うん、その中にない仕事を作るっていうその項目の中に安定していないふりをするっていうのがあるんですね、はい、ロングヘアという生き方、うん、というのがあるんですけど、うん、三浦淳さん、まあ、風貌を思い浮かべていただくと、はい、まあ、長髪にサングラス、うん、っていうこの不自然極まりない、うん、しかもまあ50も今還暦なので、はい、60過ぎても長髪にサングラスを続けていらっしゃり、うん、今はこの老けメイクだったかな、うん、いかに、はい、若作りじゃなくて老け作りだ、いかに老けて見えるかっていうのをやるためにひげとかを伸ばしていらっしゃるんですけど、うんうん、この不自然さ込みでその人間に興味を持ってくれているっていうのを信じているので髪も切れませんみたいなことが書いてあり、まあこの辺はこの例えばお笑い芸人でいうところのトータルテンボスさんとかも一人がアフロなんですね。要は枠で言うと普通の人が並ぶよりもアフロがいたことで選ばれることもある。はいはい、目立つ目立つから、うんうんうん、っていうところもあるでしょうし、あの伊集院光さんが男子師匠に昔褒められたことがあるっていうのをラジオで喋ってたんですけど、うんうん、あの伊集院光さんって、まあ、風貌を思い浮かべていただくと一、はい、人だけ、はいはい、182で100キロ超えの、うん、はいはい、才能のある方なんですけど、はい、100キロ超えるって才能ですからね、うんうん、僕はちょっと勇気がなくて94キロぐらいまで行ったんですけど、はい、うんうん、なかなかねそれでも100キロはやばいって思って、それもあります、はいはい、いやモテたいもあるじゃないですか、はいはい、で男子師匠に褒められたのは、うん、バカばっかだが、はい、いいバカだって言われたらしいんですその中自分のことか伊集院さんは、うん、その弟子の中 で弟子の、要は若い落語家の中で、はいはいはい、若い落語家なんかバカばっかりだけど、うんうん、お前はその中でもまあいいバカだなって、うんうんうん、言いそうですね。なんか褒めらそれをまあ褒め言葉なんですけどね、はいはいはい、中でも一人だけ目立つっていうことができてたから、うんうんうん、褒められたことがあって今でもそれが嬉しくてみたいなのを話してたんですけど、うんうんうん、そういうこの不自然さで三浦淳さんもそこを意識してるなんていうのを書いてるんですけど、うんうん、はい、さらに言えばこの同世代の長髪タレントがいないっていうので、はい、思わぬ仕事が舞い込んでくると、うん、実際この全員長髪の真ん中分けっていうところで、うん、あの au ファミリーのお父さん役でコマーシャル出演したことがあると、うん、その時はまあ、うん、三浦淳さんがお父さんで、はい、息子で又吉さんみたいな、うんうん、ああいう風貌の方が au の CM に出たよと、うんうん、とはいえ、まあ、この当の本人はいつまでたっても不安ですと、まあ、不安というのは若い頃の特権と思われがちですが、うん、どっこいこの三浦淳さんでさえこの本の中で、うん、どっこい今でも不安ですと、うん、ただまあ思い返せば不安でなかった日など一日もありませんと、うん、あまりにも不安な時は、まあ、この動画でも紹介させていただきましたが不安タスティック、はい、と言って明るく叫び、うん、不安を感じないように自分を洗脳していますと、うん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 、三浦淳さんは、うん、しかしこの仕事を得るにはこの不安そうに見える方がいいと、はい、この三浦淳さんがふんぞり返って葉巻をこうやってくぐらせながらですね、うんはい、今は嫌げ物なんていうのがいいんだがどうだ、うん、って言ったところで、う
このそういうことを偉そうに言っても、うん、多分誰もそれは拾ってくれないだろうと、うんうん、この三浦淳さんの風貌があってこそ、うん、この、トン祭りとか嫌げ物とかっていうのが受け入れられるんじゃないか、うん、みたいなことをおっしゃっていて、うん、まあ、ロングヘアという生き方っていう本の中では、うん、三浦淳さんと高見沢さん、はい、とリリー・フランキーさんが、うん、挑発で、うん、まあ、体調も、はい、まあまあな感じですよね、うん、年齢を感じさせない、はい、まあ、僕は、はい、あの挑発にしてしまうと、うん、あの落ち武者になってしまうので悔しくもできないんですけど、まあ、この一般的に年を取って社会的地位が上がっていくと、まあ、あの人はギャラが高そうとか、はい、っていうので、うん、このだんだん若い子が遠ざかっていく、うん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 、あの高そうだから、はいはいはい、っていうのがあるが、このずっと若手な感じを振る舞いながら、うん、いいんじゃないみたいなことを話していて、うんうんうん、この年齢で言うと、うん、もう私ももう初老ですよね、はい、49なので、はい、でもまあ僕はあのいつまで経っても高校球児ですよ、はいはい、と思ってますし、もしこの権威があるような感じで、はいはいはい、周りがそういうふうに扱ってくるとか、うん、なんか偉そうになってしまったなと思った時は、うん、あえて権威小杉と自分を戒めましょうと、はい、うんうん、権威小杉だと、はいはいはい、ファンタスティックで、はい、権威小杉権威小杉だと、はいはい、いうところですかね、うんうん、あの特にまあ私もあの職業としては今デザイン会社のディレクターで、はい、うんうん、やっぱりこのお仕事をくれる代理店の方とか、はい、印刷会社の方は、うん、どんどん若い子になっていくんですよね、うんうんうん、そうすると、うん、なんか偉そうになってしまうと、うん、なんていうこの年齢のギャップで仕事が来なくなるんですよ、うん、なのでやっぱりこのもう年は言わないようにしようっていうのと、うんうんうん、もうあえて、まあ、もともとバカなんですが、はい、もうちょっと抜けてるぐらいの感じの方が入ってきやすいのかなとは思うんですけどね、うんうん、でちょこの辺 の, その仕事の入ってき具合とかはどうですか。まあ、別に僕はもう何も気にしてないですけどね。年齢とかその、ね、はい、年齢とかで偉そうにはしないですよ。ああ、まあそうですね、はい、何かでもレクチャーするとか、はい、そういう時でも偉そうに言うのではなく、うん、って感じですか。偉そう分かんないですよね、他の人がどう受け取ってるかは。ああ、はい、でもこの付き合ってるお客様とかの年齢層ってどうですか、うんうんうん、若返ってきてるなとかって思いません？あ、要は年昔始めたばっかりっていうのは年上ばっかりじゃないですか、はい、うんうん、相手は、うん、でもどん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 この年下になっていくって感じしません、はい、僕はあんまりですね、ずっと年下ばっかりみたいな。まあここを始めてからは大体年下の方が多くて、はい、まあ年上もいますけど、年上は本当になんか偉い人、はい、なるほど、うん、いやなんかどんどん同世代が偉くなっていくので、はいはい、若い子ばっかになってきたと思って、うんうんうん、今これはいかんと思って、まあ、僕お客さんですからね、 あんまり変わんないですよね。そっかそっか、はい、要は、お客さんっていうのは、うん、利用者、はい、一般のというか B2C、 僕は B2B なんですけど、うんうんうん、B2C ですもんね、はいはい、カスタマーというか、はいはい、なのでまあ大体これぐらいの世代の人が使うっていうのは、まあ、10年前も今も変わらないわけじゃないですか。はい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 。でその中でコワーキングスペース、はいはい、年を取る人はいるけど、まあ、下も上がってくるし入ってくるし大体ずっと変わらずみたいな。あとまあ今がキープがいいですね多分、はい、今キープ、うん、で権威小杉を戒めるようにして、はいはいはい、でも挑発はいいですね、なんかね羨ましいですまあいいことはそんなにないですけどね。でもね、自由ってことじゃないですか。自由、まあ多分目立つっていうのはあると思うんですよ。そういうマーケティングしてます？そういうマーケティングは意識してないですけど、はい、どっかの誰かの人が、あそこのコワーキングのオーナーねみたいな、会ったことない人がしてたりするんです。多分目立つからじゃないですかね。目立ってんじゃないですかね。いいと思います、はい、僕はそういうのは
あの、はい、意図的にやる方なので、はい、あ、今髪の毛はもうできないんですけど、はい、自分もしかこの、うん、生やしていいんだったら、はい、全然長髪だろうなと思って、うんうんうん、